ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はことみせラジオ、情報誌ことみせについてやお店の取材リポートをお送りします。取材は感染防止対策に十分配慮した上で行いました。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。区では区内のお店の魅力を発信する情報誌ことみせを配布しています。特集やピックアップされたエリアのショップ情報など、さまざまなお店を写真付きで紹介していることみせ、登録店舗全店で利用できることみせクーポンが添付されています。クーポンを利用できる店舗と特典内容、ことみせの配布場所はことみせウェブサイトでご確認ください。またスマートフォンなどでことみせウェブサイト内のことみせクーポンを提示することで同様の特典が受けられます。それでは取材リポートをお聞きください。それでは早速お店にやってまいりました。本日のお店は住吉駅 B2 出口から徒歩2分ほど歩いたところにあるお店です。本当に外観から素敵なお店にたどり着きました。お話をお聞きしたいと思います。鉄板焼きダイニング国の店主さん、雨宮さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このですね、住宅街に佇む素敵な外観、本当に思わずこう写真を撮りたくなってしまうほどおしゃれだなと思いながら入ってきたんですけれども、はい、鉄板焼きダイニング国さん、まずは簡単にどんなお店なのか教えていただけますか。はい、鉄板そのまんま鉄板焼きのお店で、魚介ですとか、和牛のお肉ですとか、そういったものを、鉄板の上で焼いて調理してお出ししているお店です。はい、お店はいつからやられているんでしょうか。お店は今6年目になりました。あ、6年目。はい、はい、なんか本当に外観も内装も素敵すぎて新しいお店なのかなと思ったんですけれども、すごく清潔感にあふれていますよね。 ありがとうございます。ちょっと前に、はい、去年8月に少し改装しまして、はい、そうなんですね。それで、割と綺麗に見えてるのかなと思います。はい、はい、今回ですね、ことみせの最新号2ページに国さんが載っているんですけれども、メインというかやはり人気なのはこのお肉なんでしょうか。そうですね、やっぱり、鉄板焼きなので、お肉、和牛のお肉のステーキが一番の売りというか、はい、人気商品となってます。はい、ことみせに載っているのはシャトーブリアンというね、ちょっと分厚めのお肉の写真なんですが、はい、他にどんなメニューがあるのかも紹介していただけますか。はい、そうですね、お肉以外ですと、魚介のアワビですとか、はい、高級なものでフォアグラとか、その他魚介ですとエビ、カニなど、はい、あとお野菜も意外と皆さん美味しいって好評いただいて、鉄板の上でじっくり焼いたお野菜、焼き野菜なんかもすごい人気があります。はい、はい、鉄板の上で焼いた焼き野菜、それは食べ方とかはあるんでしょうか。はい、食べ方はその時によっていろいろソースを変えたりとか、はい、今ですとバルサミコを煮詰めたバルサミコソースにかけたりとか、あとチーズとか、はい、あと今自家製のからすみを作ってるので、いいですね、それからすみをちょっと削って、はい、野菜の上にかけたりですとか、はいはい、結構いろいろその時によって野菜の食べ方は変わります。あ、そうなんですね。はい、野菜の中のメニューでこれが人気っていうものはありますか。一番人気なのはとろとろ玉ねぎ焼きっていうのがありまして、はいはい、こちらはちょっと厚めに輪切りに玉ねぎをカットして、はい、で1時間近くもう鉄板の一番温度の低いところでじっくり蓋をして焼いたものが、はい、結構人気です。そ
そうなんですね、はい、なんか鉄板焼きというとね、私もそのお肉とか、まあ、海鮮を焼いて食べるのかなと思ったら、はい、こちらではそういった野菜も焼いて、そのオリジナルというか、その独自の食べ方を提供してくれるんですね。そうですね、野菜はお肉と同じぐらいすごい人気があって、皆様頼まれたりしますね、はい、あとコースにも必ず野菜は途中に入れて、はいはいはい、焼いてお出ししてます。はい、今コースとおっしゃいましたが、コースはどんなメニューがありますか？はい、コースは、まあ、前菜から始まりまして、はい、今言ったお野菜を焼いたりとか、あと魚介ですね。であと、お肉の種類でこうチョイスしていただくような形で、はいはいはい、ランプステーキとかサーロインステーキ、うん、まあ、ヒレステーキ、シャトーブリアン、この中4種類から選んでいただくような形ですね。そうなんですね、はい、今メニュー表を見ますと、黒毛和牛ステーキコースと、アワビのステーキコースというものが見えたんですけれども、はい、これはあの予約で選んでいただいてっていうことなんですかね？そうですね、あらかじめまあご予約いただいて、はい、お肉などもあらかじめチョイスして、はいはいはい、いただいております。まあ、当日来てからっていうのも可能ではございます。あ、そうなんですね、はい、あの今右を見たら、アワビと和牛ステーキコース、これ両方食べられるコースもあるんですか？そうです、こちらが実は一番人気のあるコースで、はい、アワビもステーキも両方入ったコース、こちらが一番人気があるコースです。はい、はい、これあのすいません、ちょっとお値段も目に入ってしまったんですが、はい、お安くないですか？そうですね、はい、ちょっとびっくりしましたが、ランプステーキのコースで6300円。そうですね、これはアワビも入った値段です？もちろんアワビも入って、はい、6300円です、はい、それそんなにお安くていいんですかっていうのが正直な気持ちなんですけど、どうしてこんなにいいです？皆さんに喜んでもらえれば、はい、いろいろ仕入れでいろいろ頑張って。あ、そうなんですね、はい、これはあのリピーターの方がいっぱいいらっしゃるのではないでしょうか？そうですね、皆様、まあ、大体の方は皆さんコースを召し上がってっていう形で、はい、ね、足りなければ少しアラカルトから注文という形もできますし、はいはい、まあ、基本的にはコースのお客様が多いです。はい、そうなんですね、ちょっとこれは私もコースで楽しみたいなと思ってしまいましたが、はい、それに合うお酒なんかも用意があるんでしょうか？あ、そうですね、はい、お酒はもうビールからウイスキー、焼酎、日本酒、ワイン、はいですかね、はい、まあ、一番やっぱりワインが鉄板焼きなので、はい、ワインが割と力を入れて。なるほど、はい、やはりね、私もちょっとお肉を食べるときは赤ワインと思ってるんですが、はい、あのそんなに銘柄とかに詳しくないんですが、はい、合うワインとか教えていただけたりはしますか？はい、一応僕もあのソムリエの資格を取ったので、はい、ソムリエの資格も取られてるんですか？去年、一昨年に、はい、そうなんですね、はい、それなので、はい、まあ、その時のまあ、お肉に合うワインですとか、はいはいはい、まあ、お肉以外にも魚介に合う白ワインとか、はい、いろいろ豊富に取り揃えております。すごいですね、はい、ソムリエの資格も取られたんですね。はい、あ、それはなんか取ろうと思った理由とかはあったんですか？やっぱり皆さんワインを飲まれる方が多いので、はい、やっぱ僕自身も勉強して、はい、いろんなワインを詳しくなって、お客さんにいろいろおすすめできればいいかなと思って。これはすごいですね、はい、本当にあのコースで頼んでワインもお任せでなんて言っちゃってもいいってことですね。あ、全然もちろん、はい、うわ、それちょっと楽しいですね、はい、ペアリングじゃないですけど、はい、そういった感じで注文していただければ。いや、嬉しい、はいはい、あのやはりですね、この高級感がちょっと漂っているので、なんか特別な日に来たいなと思うんですが、はい、お客様はどんなお客様、ご家族の方とかがいらっしゃいますかね？はい、近所の方は もちろんいらしていただきますが、割と、記念日とか、はいはいはい、お祝い事なんかにも使っていただいて、はい、週末は本当に誕生日ですとか、うん、はい、結婚記念日とか、はいはい、そういったお祝い事に使っていただくことが多いです。もうそうですよね、はい、お誕生日のお祝いですとか結婚記念日にこの店に来れたら本当に嬉しいと思いますねそれはあのお客様から今日記念日なんですよっていうお話をされるんですか？あ、事前に、まあ、奥様の誕生日ですとか、はいはいはい、彼女の誕生日ですとか、うん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 、あと結婚記念日なんでって、はい、言っていただくと、あのお祝いのメッセージを書いたデザートプレートもご用意があるので、はい、そういった時にやはり使っていただくことが多いので、それはなんかね、はい、笑顔あふれるその空間になりそうですよね。そうですね、本当ハッピーになってます皆さん、はい、はい、
その住吉のですね、まあ、お客様の雰囲気ですとか、はい、そういったものはこの6年通してどのように感じてますでしょうか。やっぱり皆さんすごい温かくて、はいはい、皆さん気さくで、はいはい、すごいお客様には恵まれてるんじゃないかなと思います。はい、見れば見るほど本当にリーズナブルな価格だなと思ってしまうんですけれども、やはり先ほど言っていたように仕入れの方でちょっと工夫されたりをしているんですか。そうですね、お肉に関してはもう僕が昔から修行の時やってる時からお世話になってお肉屋さんを使ってますし、はいはい、魚介も豊洲市場に買いに行ったりとか、はい、まあ、その時安くていいものを選んで使っております。はい、はい、取材中なのにすみません、絶対プライベートで来ますぜひお願いします。ちょっと覚えておいていただけると嬉しいです。もちろんです、よろしくお願いします。はい、はい、そんなですね、鉄板焼きダイニング国さんなんですが、この琴美線に載ってる写真も本当に魅力的で、この断面が見えるのが素晴らしいなと思うんですが、はい、この焼いてるところをカウンターの席だと間近で見ることもできるんですかね。もちろんカウンターの席でしたら、はいはい、もう目の前で焼き上げますので、はいはい、やっぱり一番カウンターは一番人気です。あ、はい、そっか、まあ、予約で埋まってしまうと間近では見れないかもしれないっていうことですね。はい、そうですね、やはりどうしてもカウンターが先に埋まってしまうので。そっか、はい、じゃあちょっとカウンター狙いで私も頑張ります。はい、ぜひカウンターでお願いします、はい。国さんなんですが、お昼の営業は今されていますか。はい、今土日祝日限定で、はいはい、ホリデーランチっていうのをやっております。はいはい、あ、はい、お昼はどんなメニューがあるんでしょうか。お昼は、ハンバーグですね、はいはい、和牛 100% のハンバーグと、おー、はいはい、あとステーキにどうしても筋とか脂がありますので、その筋を使った牛筋カレー、はい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 、こちらも夜にはないんですけれども、はい、ランチ限定でお出しています。夜にはないメニューを。そうです、昼に、はい、そうなんですね、はい、じゃあちょっとね、お昼も来て夜も来てもどちらもなんか違ったメニューは楽しめるっていうことですよね。はい、そうです、はいはい、ランチメニュー今紹介していただいたののお値段はおいくらでしょうか。和牛 100% ハンバーグは、はい、税込みで1200円になります。1200円、はい、サラダと焼き野菜とご飯とお味噌汁がついて1200円、これも、はい、お安いですね。ハンバーグも 200g なんで、はい、割と普通のお店よりちょっと大きくて、はいはい、それで1200円なんで、本当ランチメニューはほとんどもう利益度外視で、はい、そうなんですか、はい、だいぶお得だなと思いましたし、そのいっぱい食べたい方も結構こう来られると嬉しいのかななって思いましたね。そうですね、僕自身やっぱり結構たくさん食べるんで、はい、ちょっと普通のサイズでは物足りないんで、はいはい、でちょっと大きめに、少し大きめに 200g、はいはい、しております。ランチのカレーライス、はい、先ほど言っていただいた牛筋のカレーライス、はい、これもサラダがついて950円、はい、そうです、これもちょっと1000円いかないんだと思ってしまいましたね、はい。もうこれも本当に牛筋がたっぷりもう溶け込んじゃってしまってるんですけど、じっくり煮込んで、はい、もう筋はいっぱい出るので、はいはい、もう惜しげもなくどんどん牛筋入れてで煮込んでやっております。はい、はい、すごい、本当にこれはお昼も来ないとって今思いましたね。お昼のメニューも魅力がたっぷりですありがとうございます。はい、そんな鉄板焼きダイニング国の雨宮さんなんですけれども、はい、何かこう雨宮さんなりのこだわりですとかあれば教えていただきたいです。はい、はい、まあ、鉄板焼きのお店なのでやっぱ鉄板にはこだわりがありまして、はい、鉄板焼きはまあ厚さが25ミリ 2.5 センチ、はい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 、の特注のものを使って、でそれでステーキですとか、はい、そういうのが家庭でのフライパンではちょっとお出しできない、焼けないようなをこだわって使っております。冷めにくいってことですね、いろいろ焼いてお肉を乗っけたりしてもやっぱ冷めずにずっと保温力をこう同じ一定に保てるっていうことで、はい、均一にムラなく綺麗に美味しく焼けるっていうのが厚さへのこだわりですね。はい、そうなんですね、それはもうお肉、海鮮、野菜限らず、もうそうですね、はい、海鮮でも、はい、野菜でも、はいはい、まあ、特に分厚いステーキなんか焼くときにはやはりその違いというか厚さが生きてくると思います。はい、そうなんですね、はい、今ねこのお話聞いて多分ラジオ聞いてる方も絶対行きたいなと思っていると思うんですけれども、はい、やはり予約をしてから来た方が確実ですよね。
そうですね、やはり一度お電話いただくか、はい、ネットでもあの予約できますので、はい、せっかく来ていただいていっぱいでってお断りすることもたまにありますので、うん、はいはいはい、そうすると本当に申し訳ないので事前にご予約いただけると。はい、わかりました。では確実にね、あの鉄板焼きを楽しみたい方はお電話で予約をしてから来てくださいということで。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では最後になりますが、はい、ことみせクーポンの内容を教えていただけますか。はい、まあ、ランチ限定になってしまうんですが、はい、ホリデーランチに来ていただいたお客様に、ソフトドリンクお一人様一杯サービスさせていただきます。はい、はい、あのランチメニューがかなりお得だなと思いましたけど、さらにクーポン提示でドリンクもサービスしてくださるんですね。はい、温かすぎるお店ですね。いい、ありがとうございます。はい、続いてお店の定休日と営業時間教えてください。はい、定休日が月曜日と火曜日になります。はい、月曜日と火曜日、はいはい、で平日は水曜日から金曜日、こちらが、5時から17時からの営業になります。はい、はい、で土日はランチタイムが11時半から2時まで、はいはい、で夜は、同じく5時から17時からのオープンになります。はい、わかりました。土日祝日は、ランチ営業もされているということですね。はい、夜は5時から。はい、はい、ありがとうございます。それでは一番最後になりますが、雨宮さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、もし住吉にお越しの際はぜひ鉄板焼きダイニング国に、いらしてください。お待ちしております。ありがとうございます。本当に素敵なお店と素敵な店主さん、お話を聞かせていただきました。鉄板焼きダイニング国の雨宮さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ことみせインフォメーション、本日は私望月がお伝えします。3月18日金曜日に発行の情報誌ことみせの特集は、春スイーツにときめいてと題して、桜や旬のいちごを堪能できる個性派スイーツから、春を彩る和菓子まで、見て楽しい、食べて美味しい甘い味覚をご紹介します。自宅でお花見気分が味わえるような、春爛漫をイメージしたスイーツ特集です。エリアピックアップは、木場、東洋町エリア。グルメのお店はもちろん、知ってよかったと思える、暮らしに役立つお店など、バラエティ豊かに13店舗をご紹介します。子供記者が行くでは、仲良し小学生女子3人が、東洋弁天商店会の2つのお店をレポートしています。そして、1月号に続き、もう1匹の店主リターンズも掲載。今回は、保護猫から店のアイドルへと、店主の深い愛情で幸せに暮らしている、猫のシャーロックが登場します。その他、口頭の語り場では元気なシニアパワーに、こちらも元気がもらえる、そんな記事になっています。お子さんからシニアの方まで楽しくご覧いただける情報誌ことみせ3月号は3月18日金曜日発行です。現在発行中のことみせ1月号もまだ手に取っていない方はぜひご覧ください。以上、ことみせインフォメーションでした。取材リポートをお聞きいただきました。みんなで作る伝統、未来、水彩都市、高等、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。宛先は、 E メールの方は info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 ファックスの方は 03-5634-0792、5634-0792。あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。